やっちまうか、やっちまうか、これやっちまってもいいぞ。いかないのね。順調だね今日。いや、今カメラ見てたんですけど、あのカメラの左下ってどこの通路でしたっけ？どういう形ですか？ミッドベイの上、ミッドベイの上ですね。ああ、T 字？あの茶色い肉塊があったのが見えて、どこだろうって探そうとしてたとこでした。ミッドベイ上で、ミッドベイだね。ミッドベイ行った人、もう一人死んでるのか。アベレージさんは右で見てます。右のどの辺ですか？右で最初にオモツ、電気消える前にオモツで一緒に作業してて、電気消えた後は知らない。いや、絶対ないと思うな。慎太郎も見たし、サントスも見たけど、見てないよ。で、ちなみに私、あの鳴らされる直前にウェポンからのルートで、ストレージ入り口くらいまで走っていきましたけど、停電で暗いっていうのはありますけど、その道すがらでは死体は見つけられてないです。だからアベレージ自体は右にいないな。下もいなかったと思う。初手絶対に一緒に O2 でやってますよ。あ、じゃあその後は多分で、ね、じゃあ知らないっていうか、多分慎太郎も俺も、あ、サントスも右に多分ちょっと前いたから、うん、 O2 とかにはいなかったです、ね、いないし、アッパーもいないし、ナビゲーションも絶対いなかった。でもクロムさんは見た、うん、停電になる前だからどれくらい参考になるか分かんないけど、絶対に O2 にいた。大丈夫、最初、まあ、死体がその3箇所にない。ごめん、結構最近なんだっけ、ごめん、ちょっとあれだった。時系列は多分ね、合ってると思うよ。クロムの言ってる時系列は合ってると、ただ死体がそこの3箇所には多分ない。武雄さんの死体は直前に見てます、カメラで。メッドベイの前でしょ、ですかね、あ、ゲンです。ゲンにとって左なんですけれども、アッパーエンジンのタスクをやっていた時に武雄さんはメッドベイに入っていかれました。そこでも武雄さんと別れたんで、その後の時系列は分かりません。で、魚さんとは多分お互い白証明できると思うんだよね、僕。うん。っていうか、正直、ゲンさん怪しんでる。このタイミングでボタンを押すのって、ほぼ死体消したと思うから。それは、どうしようもないですね。タイミング的にそうなるのは。じゃあ、停電直って直後だったよ。いいんじゃないか、これは。なんということめっちゃ死んでる。なんということを、魚さん。さんってなんでそこで友達？コミュニケーションなんですけど、はい、誰だ？アベレージさんかな。ごめん、何色光ったってわかります？何色が出たってわかりますか、面に。
アベレさん、アベレさんを魚さんが殺したのを見てるんで、私は魚さんに入れますが、あ、原産じゃんやっぱり。いや俺は原産に入れるわ。うん、あの俺はね正直、原産と二度ですか。あ、違いますね。あのサントスさんも証明してくれると思うんだけど、サントスさんと俺はアドミンにおり、で高田健司がストレージのところで佇んでいて、俺はその状態でコミュニケーション全然直らないから、コミュニケーションの方行ったら原産がダウンロードのところにずっと佇んでいたところで、もうすでにアベレさん死んでいた。あ、ちなみに言うと、俺はストレージのところに佇んでいたのは、ゲンさんがコミュニケーションの前の通路で佇んでいて、明らかに不自然だから前に行くのが嫌で、そこで佇んで、ゲンさんとの距離をずっと取ってる。あれ、アドミンにいたのは高田さんだと思ったけど、あれ高田さん、あ、最初アドミンにいた。その後、ストレージ側に抜けていったんだけど、ゲンさんが意味は、コミュニケーションのあの通路に立つ必要性がないから、めちゃくちゃおかしくて。あ、じゃあもう、そこゲンは立ってないですし、まあいいや。高田さんと高田さんはあのもうコミュニケーションの前に佇んでるゲンさん見てたってことで OK。 あ、ちなみにね、あのね、ゲンさんってリポートできる位置にいるにもかかわらずリポートしてないから、すぐ下にあのアドミン下があるのに、アベレージさんの。あ、なんか魚さん下の位置がわからないって言った通りにすごく正確な情報ですね。うん、だって俺もリポートの手から死体の位置は発見してるもん。ただあの誰が死んでいたかは分かんない。でもアベレージさんっていうのを思い返したから、アベレージさん、え、開幕の色が出たのに忘れたんですね。わかりました。え、ゲンさんはゲンさんで佇んでない主張だったっけ。佇んでないっていうか、高田さんの主張は、私高田さん魚さんでほぼニクロだと思ってるんで。 あ、じゃあいいや。ゲンさん、ゲンさんそれ無理だよ。だってセンターが俺の白証明してくれるから、正直にキル入ってる。高田さんどこ入れた。俺ゲンさん入れてるよ。じゃあ合わせます。でセンターが俺の白証明できるんだ、できないんだったらインポスターだと思います、相方の。じゃあ、白証明できないんだったらどういうこと。魚さん目線、お互い白証明できてるんじゃない。いや、だからセンターがそれを言ってくれないと。高田さんと二郎です、ほぼ。しまったな、これ。ちょっと焦っちゃったな。コミュニケーション直せたら完璧に勝ってたな、これ。しまったな、これ。いや、すまん。これ、いやー、これ多分綺麗に決まったな。先直して殺せばよかったな。タイミング難かったんだよな。直せばよかった。ちょっと頭回らんかったな。これは通らんな。我慢だな。タスクが進んでないのが救いだな。死んでない、ね、ちょっと冷たくて、まず、俺の目線先端、高田健司はほぼ白なので、自然的にサントスさん、モリアティさん、2択になるんだけど、サントスさんって直前でアドミンにずっと言ってるのを確認してるので、ゲンさんが殺したのはアベレージさんっていうのは間違いなくて、あと、武雄さんも多分殺してるんだ、ゲンさんが。で、慎太郎さん殺害と、クロム君殺害か、を冷たいなと思ってます。慎太郎さんが最初死んだんだっけ。で、竹雄さんが T 字のとこだったっけ。そう、竹雄さんがね、アッパーエンジンとメドベイのメドベイワイの通路かな。それがモリアティ君が証言、あ、モリアティ君証言してくれてるじゃん。そうか、最初は、私が見たのは、一番最初の竹雄さんの死体だけですよ。アベレージさんの死体はどこにあるか知らないです。まあ、原産で方法落ちてるっていうのが村の総意なら、タスク進めてたらいいと思うけどね。コツコツしっかりキル、あの死体発見しつつ、ボタン管理しつつ、よく考えたらセンター通り隠しろか、ほぼ。うん、高橋さんまでは隠しろになんないですか。ですよね、センターさんと魚さん。高田健司は俺の目線は、殺害ができる可能性はあるけど、ゲンさんがインポスターなので限りなく白いと思ってるって感じです。あんまり好きじゃないですけど、この動きは。サントスさんと一緒に行動とかした方がいいですか。はい、私それなら全然ウェルカムです。タスク結構残っちゃってますけど、あの私も結構残っちゃって、まあそうですまあなんかお互い譲り合いの精神、まあ確かにね、そこがちょっと怖いよね。タスク
が静着なんだけど、あまりにも進んでなかったよね。2ゲージ分とかだったよね。そうえ、もうやっぱ釣れてるっていう相違でいいんですよね。ですよね。じゃあさすがに。ですよね。あ、はい、しかも俺、インポスターで相方もいるんだったら、絶対あそこでボタン押さないです。まあそうっすよね。そうっすよね。うん、価値格なんで。ですよね。はい。その判断に押します。ペア、ペアをパーティーさんを殺すのは選択か。ゲージ分か。されちゃう。サボタージ任せるか。しっかり。見られてる気がする。コミュニケーション、そっか、ボタン、いやー、ちょっとな、好きだな。直すか。直して、ちょっと。逃げたか。むずい。でもそろそろ欲しいキルが。いやーちょっとね、むずい。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 いやーどうしよう。O2。いやーでもタスク妨害してくれてんのか。次、停電でもいいけどね。団結力が高すぎるな。ありがて。いや、ちょっと待てよ。あのペアが来るのがクソ。なするのもちょっとな。分断させたいんだよな。展開かな。いやー、押しに行ったのか。はい、サントスです。それなりに時間経ってタスクも積めれる可能性もあるかなと思ったので、押しに行きました。あれ誰も死んでないね。サントスさんも白いぞ。サントス俺も白いと思ってるから。はい、で、この時、まあ当たり前ですけど、モリア、まあこう死んでないからですけど、モリアティさんはなんか、まあ、やってる感は一応ありました。まあ、あと右結構残っちゃってますけどね。まあ、タスク勝ちじゃないですか、これは。あ、終わりました。タスク。これあと1個。あと1個は。私も1個か2個あった気がする。
まあ終わりんじゃね。多分4つぐらい残ってます。誰かな、当てたいは当てたいんだよな。モリアーティが消去法で、これはモリアーティになって、これは消去法ね。でも T 字路で、まあでもその大した情報じゃないっていう見方、まあ、まあ T 字路の自分がやってたら一応知ってたからって感じ。まあだから本当にただの職業で、別になんか特に、いや俺モリアーティ君のその武雄さんの下がメドベー付近にあったっていうのが、武雄原産クロウが結構信憑性高くなったんだよね。エレクトリカル、そもそも直った時にエレクトリカルの奥にいたのって原産だったから、ああ、まあ、じゃないかなと思ってたから。あ、ベントネってことか。そう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 、だからめっちゃ困ってたんだよ。なるほどね。だからモリアーティさん結構知るかなと思ってたんだけど、本当のこと言ってるのがそれだったら、でもこれは本当のこと消去法で高田さんになっちゃうけど、別に高田さん消去法なだけで、別に黒い人もそんな思ってない。いや、そうなんだよな、消去法で考えたら俺もだって魚がセンターの城証明してるんでしょ、だって、うん、その2人が出し合ってて、出し合ってるんだったらもう、そうで一応いない前提ならもうそこが絶対白いから、そうそう、こうなるしかなくて、まあいいんじゃない、タスクで終わるし、うん、タスクで終わる、まあ、感想戦だねほぼ。まあ、あとは魚が検査裏切ってのセルフリポートとかって受けるけどね。それやばい。さすがに。え、先出し、あの、棒立ちだったら先出しだったの、魚さんやった気が。いや、高田さんか。あ、俺は立ってた。高田さんが言ってたの。そう。俺も立ってた。モリアーティが多分、原産の位置分からずに、正直に言ってしまったパターンな気がしてきた。まあ、あるかもしれないですね。いやー、キルできるタイミングなかった、完璧になかったな、キルできるタイミングが。一回リアクターがいいな。いやコミュニケーションだったな、分岐点が。マジでワンチャンスしかねえんだよな、この村。勝ち筋が。リアティさんキルしたらタスクで終わっちゃうんだよな。だから2人をキルしかするしかないんだよな。いやーちょっとこれきついな。いやマジでごめん。いやこれきついな。ちょっと2人を分担もできんしな。いやマジでワンチャンスだったな、あのワンチャンスしかなかった。サントスさんを殺す、あ、それ微妙なんだよな。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、マジ
やばい、マジか、めっちゃ早い、はい、発見しに行ってほしい。おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。そうっすね、いやタスク全然終わってなくない？めちゃくちゃ近かったよ。いや、マジナイスサポート。いやー、これね、死体探しに行かなきゃいけないですね。ボタン使っちゃってたから。いやー、あっち。ナイス。マジで、ゲンさん、ナイスサポート。じゃあ右にタスクあるって言ったら一生リアクターなるなって思ってたけど、やべえ、はい、めっちゃ手震えた。いやですよね、やばかった、マジで。やられましたね、すげえ。これはすごいわ。そうか、死体探しに行かなきゃいけないような時間が続いてるから、いやごめんなさい。いやー、レポート押せなかったー。いやー、うまい、マジで噛み合ったね。マジでナイスサポートとナイスキリができたね。展開で負けちゃったんで今日ちょっと違うパターンを入れたんですが、いやよかった。いや、ナイス、ありがとうございます。いやー、コミュニケーション直せばよかったね、あれね。あー、まあ、そこはまあ結果論もありますし、魚さんにはもう取られちゃいましたからね、はい、直して、うん、そっからキルすればよかった。いやー、そっか、ペア行動優先しすぎましたね。捨てればよかったのか、ペア行動。いやー、でも今のは、あの時点ではね、もうね、もう離れちゃって自分のタスク優先しちゃってっていいよ、うん、タスクだけでね、うん、え、なんで先端白角になってたの、魚視点で。ね、それは分からん。それ確認したい。え、あ、だから西田が怒ってて、まあなんか、なんとなくですね。なんか信じちゃったよ、それを。魚視点信じてんだったら、じゃあ先端白なのか。そうそうそう。ちなみに、あれだね、あの、白角って持ち出したの僕の方ですね。魚さん、結構合ってたから、お互い白角証明できるよねっていう。おー、あ、じゃあそう。なんかね、いや、なんか俺、いや、それ初め、それ怖すぎて、先端魚のと一番初め思ったんですよ、それ。わざわざ言ってきたから。そうか、なんかタスクすぐ終わるかなと思ってたら、全然終わんないから、なんで終わんないんだろうと思ってたって感じ。いや、盛り上げて、なんか右に行けねえんだ。右に行けないんですよ。左で毎回鳴らされるから。だから多分、そう、しつこくね、やってたから、うん、結構フラストレーションも溜まってて。で、モリアティさんがね、右に3つあるって教えてくれてたから、そうそう。そうそう。それでしつこく左に。序盤はもっと序盤からリアクターばっかりでもいいかなって思ったんですけど、まあ、キルツするチャンスを考えたらちょっと停電もと思って、今回は途中に停電を2回ぐらい。いや、そう、ちょうど欲しい時に来てて。死体探しに行くべき。ちなみに場所どこだったんですか、お二人が死んだ場所は。ストレージのエンジン、ストレージの横、あの横の通路とロアエンジン。あ、ロアエンジンにあったのか。クソ、死体行けよかったのか、ごめんなさい。いや、そうだから、サントスさんが見つける前に僕はモリエティさん最後殺すしかなくて、多分ドアでサポートしてくれたんだもん、そこも。いや、めっちゃめっちゃ触れてる。いや、マジでさ、一筋しかなくて、勝ち筋が。あの、コミュニケーションを直した上で、中で2キルか、もしくは2キルした後に、コミュニケーション直して近づかせないしか勝ち筋なかったっぽくて、負けたーって言って。でもあれはもう、ゲンがもうほぼステージなので全然大丈夫です。もう死ぬ気でやってました、もうあの段階から。いやー、最後センターさん直さないから、最後の最後でセンターさんであること気づいたんですけど、やっぱ信じちゃってましたね、あの白だしを。あー。やっぱ前提あると結構それ信じちゃいますもんね。見ちゃいましたね。っていうか、まああと、まあでもそうで、あの時間でまずそもそもウィンにならないし、2人の姿をリアクターになっても見なくなった時点で死体を探しに行くことの優先順位を上げなきゃいけなかったですね。いや、その判断にたどり着かなかったな。ゲームが終わる手前の会議の時にもうタスクバーほとんど終わっちゃってたんですよね。だから、もうこの時点でもう狼陣営もリアクター鳴らしまくるくらいしかもう多分勝つじゃないんです。もう右側にあるタスクを死んでもやらせないっていう。なのでそこからもセンターさんの頑張りのおかげです、本当に、はい、いやいや、マジでキル序盤できなかったからね。いや、マジで村が強すぎてマジ怖かった。いや、本当にキルするタイミングなかったもん、ずっと。うん、めっちゃ弁当の中に潜んでたんだけど。すごー。